メカニック TV サポーターの堀江美奈です。本日も整備士や自動車協会の気になることを話していきたいと思います。ひきさん、ねおまさん、よろしくお願いします。お願いします。今日なんですが、メカニック TV に寄せられた視聴者様からの悩みやお便りについてお答えしたいと思います。その名もメカニック TV 相談室ということで、早速ですが本日のお便りを読んでいきたいと思います。今日もありがとうございます。ホームページからいただきました。20代男性の方からです。現役整備士です。私の勤めている整備工場では給料が安く、近いうちに転職を考えております。現在2級整備士資格を取得しているのですが、キャリアアップ転職のために1級整備士資格と検査員資格のどちらを取得するべきでしょうかといったお悩みですが、検査員、検査員おー、なんか気がする。私がもしと、私もどっちも持ってないけど、私がどっち取るっつったら検査員取るかな。私は別に開発とかしたくないからなと思うけど。そうですね、まあ、目的が全然違う資格なので、はい、一概にどっちかってなかなか難しいんですけど、まあ、整備工場でって考えたら検査員の方が、そうだね、いずれなんか陸運局とかで働きたいとか検査やりたい、メカドとか全部やめて35ぐらいになったら検査員陸運局でも9時5時の仕事をしたい。あ、9時5時なんですか、検査員。検査員ってだってなんかその時だけ公務員みたいなさ、なんて言うんだろうね、公務員の資格も取ってとか、なんか公務員扱いだった気はします。その国がやってるその陸運支局の検査員はっていう意味合いですね。そこ目指してるよ実は。あ、そうなんですか。マネージャーとはまた違うんですか、検査員ってことは。検査員っていう資格、車検とか、はいはい、うちら整備士が整備した後にそれをもう一回検査してくれる人がいるんだけど、それがいいんじゃないの。でもキャリアアップ転職すごいね、この人。キャリアアップ転職っていう言葉初めて発した、ね、だから今後一級整備士を取るような仕事だったら、例えばなんかこう伝送の回路図読むような仕事だったら一級を取った方がいいと思いますし、逆にその整備工場でやっていきたいみたいな話だったら検査員の方がいいかなみたいな感じですかね。普通の整備指定工場での検査員かもしれないですよね。でも私検査員今欲しいと思うもんな。やっぱ1級なんかどっちも難しいよね。これ検査員そうですね、すごい勉強するよね。採用する側としてはどちらの人材の方が需要は大きいんですか。どうですか、一概には難しいですけど、やっぱ整備工場って指定工場を運営しているところだったら、やっぱり検査員資格の方が重宝はされるのかなと。でただ検査員は人数がすごくいっぱい必要かっていうと、やっぱりその工場の方によっても必要人数ってある程度決まってくるので、なんでそう考えると難しいところですね。一級整備士ってかっこいいんだよな。かっこよさで言ったら検査員よりやっぱ一級持っててメーカー行って開発してますっていうと、そういう人と喋ったことあるけど、この人。へえ、そうですね。検査員の方がまだ持ってる人はもしかしたら多いかもしれないですね。一級の方が少ないかもしれないので。でもキャリアアップのためにだから、ね、やっぱり給料とかがね結構大きくかかってくると思うんですけど、給料は上がるは上がるんじゃない？そうですね。どっちも上がるは上がるんですけど、やっぱり一級を生かした仕事だったらもっと上がると思います。逆に例えば普通の整備工場で1級までは必要ないってところだったら、本当に資格手当の差だけみたいな感じになると思うので、この人が今後何を持ってキャリアアップをしてるかってところですけどね。一級整備士持ってプログラマーみたいなのが一番かっこいいかな、整備士としては。キャリアアップってなったらそこを目指すのが整備士一番かっこいいかな。私みたいにチューニング行く動向じゃなくて、やっぱりその最新の車をプログラムから考えますみたいな、一級整備士取ってますみたいなのは次憧れる。整備だけじゃなくてプログラムもできたら確かにかっこいいですね。電気系もいけますよみたいな。そこ目指してほしいな、この子に。私がそこにね行く勇気なかったから、やっぱ勉強しなきゃいけなかったから一級はね目指さなかったんだけど、まあ、整備でずっとやっていきたいっていうことだったら、まず検査員の方がいいかもしれないですね。
その後1級でも、まあどっちも別に取ることができるので。でもどっちも持ってたら、まあ、どっちも持ってたりでしょ、ね、本当、つまりやっぱでも多分好きなんでしょうね、整備士のお仕事が。転職を考えていてもこの仕事っていうことだから、偉いと思う。だって私も2級だけだもん。1級とか検査員取りたいなとは思うけど、そのために努力なんて何もしてない。仕事しながら勉強は結構大変ですよね。これもう一回コメントもらおう。どっちですか？お願いします。メカニック TV では整備士にまつわるお悩み相談を募集しています。メカニック TV 公式ホームページや YouTube のコメントからお気軽に投稿してみてください。今日もありがとうございました。また見てください。メカニック TV、 それでは、はい、メカニック TV のチャンネル登録をよろしくお願いします。いいねとコメントと、あとベルっていうんですかね、ベルも待ってます。